伊勢城なんです。はい、田内です。よろしくお願いします。はい、おや、いやね、おクリスマス終わったじゃんよ。終わった。クリスマス前の動画だよ、23日の。おお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 かごっち襲撃あれちょっと俺物申したいぞおい、ちょっとコメントさ、珍しく俺ちょっと時間があったからね、コメント返ししたのよ。うん、いやちょっと待ってよってだってね、突然だよ本当に。俺トイレにいたんだよ、突然連絡が来て、動画回せって来て電話が鳴って、いや本当に何事かなと思って急用で仕方ないんだろうなと思って待ったのよ。おだよね。そうだよ、もうその間に次の日のさ、キャンセルしてさ、予定さその日のさ、11時からのさ、打ち合わせもさ、遅れますって連絡してさで、あれ来たらもうちょっと不機嫌になるよそう、完全に悪者俺なんだぜいやー面白かった。よしこさん不機嫌すぎみたいな。ね。当たり前だよね。はいよ。あの動画自体はね、すごく僕の中では面白い動画だったんで。あ、よかったと僕も思っております。はい。はい、ということでね、昨日、おとといかな、なんかすごく衝動的にね、サンタさんにお願いして、こう、なんていうのかな、楽天市場っていうところにお願いしたんですよ。ずいぶん身近なサンタだな、おい。そう、楽天市場サンタに頼んで、このね、赤いゲルカヤのトレーナーを持ってきてくれてね、まず、次の日にはね、こちらのね、ゲルカヤの22っていう靴が来たんですよ。サンタ何人いんだ、お前。まあ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 、もう、これでまあね、買い納めっていうか、サンタ納めかなと思ってたので。サンタ納め。うん。おかしいんだよな納められてないんだ。おかしいんだよ、俺。これは何、何アシックス。アシックスブーム来すぎ、俺。なあ。うん。お前だって、あれじゃん、アウトレット行った時に今月あんま買わないって言ってた。そう、買いたい靴がね、いっぱいあってね。で、衝動買いはどれ？全部。バカじゃないあのね、僕ね、Xbox 好きじゃんよ。好きだね。Xbox One X っていう新機種が出たんですよ、実は。うん、あの、世の中には全然知られてないんですけど、あまり。で、俺、それをね、買うつもりでもね、貯金してたの。うん。買えやしねえ。あ、そうなの？売ってねえの。あ、マジで？どこにも売ってないの。もう頭きたからこれでいいよね。いや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 こっちの方が安いし、あ、そう。走れるし。まあ、それなら、それで。で、健康的だもん、ゲームやるより。語弊がある。はい、ということで、今回はね、まあ僕が衝動的に買ってきたスニーカーをカタッチに紹介しようかなと思います。はい。本日紹介するスニーカーはこちらです。すごいすごい。ねえ、これってこの間俺が買ったサメのマップラにちょっと雰囲気似てない？うわー、すごいこと気づいたね、お前。お、いいの？まず、モデル名から説明しましょう。おや。こちら、アシックスのゲル・ケンウンというモデルになります。ケンウン。ケンウンですね。おや。そして、こちら、ミタスニーカーズ別注モデルになりまして、こちらのタイトルは深海という靴になります。おー。はーい。お前すごいな。お、これ見てそう思ったらすごいよ、俺。拍手だよ。やったー。何がモチーフっていうと、まあ深海っていうぐらいだから海なんですけど、サメなんです。お、そうなんです。こっちのね、ここにね、サメの牙がね、インソールに書かれてるんですよ。すげえ。はい、すごいよ、カゴッチすごいよ。今俺かっこいいっていう言葉以外で何か説明をしようとしたで、うん、出てきた言葉、うん、おうだったおう、やべ、これすげえ。これね、アシックさんにしては珍しく、うん、あの、これパフォーマンスモデルなんですけど、うん、タウンユースからランニングまで使えるよっていうモデルなんですね。タウンユース、巻き巻き。そうです。オーケー。でね、ケンウンっていう名前なんですけど、ケンウン、巻き雲ですね、感じですると。はい。まあ、雲の上を歩いてるような履き心地。そう。どっかで聞いたことない？どっかのさ、ナイキさんさ、ベイパーマックスっていう靴なかったっけ？俺今ごめん、すげえ、すでに均等浮かんでた。ベイパーマックスもね、蒸気だから雲みたいなイメージなんですけど、ま、大体コンセプトは同じだよね。真っ向から勝負挑んでんだ。そうなんですよ。俺デザインこっちの方が好きかも。
これね、実はめちゃくちゃ欲しかったんだよ。めちゃくちゃ欲しかったんだけど、ミタスニーカーズさんね、あれよあれよっていう間にね、まあ1ヶ月ぐらいかけて完売しちゃったのよ。あ、そうなんだ。で、原宿のね、フラッグシップの方で売ってるってしてたんだけど、まあ今度でいいかな、今度でいいかなと思ってて、まあ昨日行ったら、ラスト一足ですって言われまして。危ねえじゃん。そう、それでね、やべえやべえって買ったんですよ。これかっこいいなぁ。これめっちゃかっこいいっしょ。もうね、これワンピースのアーロン好きな人におすすめ。もう本来の剣運と違って、ここにね、アシックスストライプ入るんですけど、このアシックスストライプがね、アーロンみたいになってるんですよ。ノコギリザル。そうなんですよ、アーロンみたいになってまして、こちらは何なんだろうね、サメの腹なのかね。どうなんだろう ね、そういう。でもここ牙でしょ。そう、牙。そう、あ、これかっこいいね。見ての通り、わかるかな。わかんねえ、飛んじゃってわかんねえ色。これでわかるべ。ここ実はグローインザダーク蓄光です。これ光んの？光ります。はい、ちょっとやってみましょうか、いつも通り。三田さん光らせんの好きなの。三田さんっつったらもうグローインザダークでしょ。じゃあ行くよ。お、光るかな。本当にまだ俺も光らせてないんだけどね。行くよ。お、見えねえ。あれ全然光んねえ。はい、すいません、言うほど光んなかったです。いや、でもこれかっこいいわ。これめっちゃかっこいいでしょ。でね、ここのメッシュのところにはちょっと分かりづらいんですけど、リフレクターでゲルケン運って入ってるんですよ、実は。あ、ほんとだ。え、これすごくない？これすごい。これね、走る人だと超初心者向き。そうなんだ。はい、5キロ以上走る人には向いてないと言われました。はい、すげえ。はい、いや、カノッチかなり食いついてんね、これ。でね、これね、ちょっとね、俺好みのゴテゴテさがないんだけど、実は、すっきりだよね、すっごくかっこいい。じゃあカドッチ、履こうよ。履いてみよう。はい、カドッチ履いてみました。これ履き心地いいでしょ。何これ、かっこいいし履き心地いいでしょ。かっこいい。結構さ、ちょっとまあ普段着でも全然いける。さすがに狙ってるだけあって、うん、やばい、かっこいいね。えちょっと歩いてみ。腹立つわー。何これ、ふかふかだ。ふかふかでしょ。しかもかっこいい。もうこういうのやばいって俺。こういうのやばいってもう、うん、あ、ちょっといい、マシコさん、気がついたらごめんね、うん、柔らかい。あ、柔らかいでしょ。柔らかい、硬くない。柔らかいのよ。これちょっとね、進め方おかしいの分かってるんだけど、うん、あのトライバルのタトゥーが好きな人も好きだと思うよ。あー、なるほどね、いいかもしんない。確かにかっこいいな。ここやばいって。はい、ということでね、カノッチ履いてみましたけど、いや、これはいいんじゃないの、反応。これはあの俺んとこにもサンタ来ねえかな。もうね、だってマシコさんセルフサンタだもん。セルフサンタだよ。すごい。これね、確か10月に発売したモデルです。はい。僕はこれで決めたよ。ちゃんと他のシューズも見よ。はい、ということで門倉さん、はい、こちらのね、ミタスニーカーズとアシックスのコラボ、ゲルケンウン新海というモデルです。わあ。はい、いつも通りこちらを評価していただきたいと思います。はいよ。星3つでお願いしますね。おや。はい、独断と偏見ですよ。おや。はい、ということで門倉さん、こちらのスニーカー星いくつですか。もうこれ文句ないでしょ。はい、これ星3つ。おお。もう理由も全部あるよ。まずここが好き。ここが好き。ここが好き、うん、で、ここの光るの、リフってんの、うん、リフってんの、これ。あ、リフってる。で、なにこれ、アーロン。アーロンね。すげえな、これアーロンね、アーロンね。いやー、三田さん好き。しかもさ、俺5キロ走んないからおすすめじゃない？そうだね。走りに行くのにさ、ね、これ別に履き替える必要ないしね。テンション上がるし。うん、これとかさ、結構きついからね、正直言って。あ、そうなんだ。うん。はい、ということでね、僕もね、すごくね、嬉しいです。これかっこいいね。かっこいいし、履き心地いいし、最高のモデルだと思いますんで、ね。おや。ぜひね、皆さんもね、ゲルケンウン、チェックしてみてください。おや。はい、ということで、以上、青春オーバーランでした。またねー。またねー。